あった！チャンピオンカウンター一戦、無敵を誇っていた挑戦者がキャンパスに膝をつきました。プロ9戦目にして屈辱のダウンです。あの高村さんがダウン取られるなんて。ワン、ツー。普段ならフェイトに引っかかるお前じゃないのに。お前。矢島、矢島、矢島、矢島。やだ。明けちゃん、やだよ。矢島、矢島、矢島。立て！高村さん！負けちゃやだよ！俺様が負けるだと。立ってくれ、高村さん。あんたがチャンピオンにならなきゃ俺たちなんか夢も希望もねえんだ。頑張れ頑張れ高村。負けるな負けるな高村。高村、高村。なんだその必死こいた応援はよ。セブン、俺様が負けるとでも思ってるのかよ、バカ野郎が。ただ高村さん。よっしゃー、あーっと立った、立ち上がりました。挑戦者高村からも立った。しかしダメージはまだ残ってるようです。矢島が一気に蹴りをつけるのか。ボックス、ストレートパンチャーなんだから。再開早々チャンピオンの猛烈なラッシュ。矢島のやつ、KO を意識するあまり攻撃が顔面に集中しとる。高村のやつ誘っとるのか。もらった、やばー、入った、逃がすか。挑戦者、先ほどの段から完全に立ち直っています。高村ラッシュラッシュ、チャンピオンをロープに追い込んだ。左右左、このスナイパー一発ごとにチャンピオンの背中にロープがめり込む。しかしチャンピオンのガードも硬い。あの野郎、今こじ開けてやるぜ。バカじゃねえ、さっきそれでカウンターもらったの忘れたか。何度も同じで食うかい。ダウンなんぞ、赤っ端かかせやがって。ただじゃ済まさねえぞこれ。さあ、そっちは高村挑戦者高村の強打爆発、チャンピオン立てるか。おや、カウントしません。あーっと試合を止めた。試合終了、新チャンピオン誕生。大丈夫、やりました、チャンピオンですよ。よっしゃ、高村守、またしても1ラウンド KO。 わずか90秒でタイトルダッシュに成功しました。そして今、新チャンピオンの腰にベルトが巻かれました。いやー、祝勝会も盛り上がりましたね。あんなに嬉しそうな会長の顔初めて見ましたよ。日本タイトルグレーであれだからな、世界タイトル奪った日には心臓麻痺起こしかねえねえな。世界か、言うことのスケールが違うよね。
おい、それじゃね。はい、おやすみなさい。あ、大丈夫ですか？騒ぐな、大したことじゃねえ。試合後の軽いパンチドランカー少女ってやつよ。今日は綺麗にもらっちまったからな。さっさと帰って寝て、お前もダメージ抜けよ。そうだ、あんまり豪快な KO だったから忘れてた。高村さんだって決して楽にベルト取ったわけじゃなかったんだ。そういや、足に来たのなんざ初めてだったな。意地になって立ったけどよ、きっかけは。立て！高村さん！負けちゃやだよ！おい、一歩！はい！サンキュー。え？何ですか？え？いや、なんだ。次の試合負けたら承知しねえぞ。はい。でも次は多分早見さんですから、簡単には。負ける！天才だかなんだか知らねえが、俺様の命令だ。必ず勝て。いや、はい、頑張ります。俺よ、新人を。はい、頑張ります。見たぜ、こないだの試合。あんまりヒヤヒヤさせんじゃねえや。残り2秒だぜ、2秒で、次の試合いつなんだ？次は新人王の準決勝だから1ヶ月後かな。相手は？まだ決まったわけじゃないんだけど、第1シードの早見さんがきっと上がってくるはずだから。はーや、見た。あ、梅沢さん、それ字違いますよ。え？それじゃあ弟1シード、梅沢パンチ。そういや、お前今日面談だろ？進路はどうすんの？そうそう、お前は梅沢さんと違ってバカじゃねえし。梅沢ウルトラパンチ。何、ボクシング？はい、家業の釣り船屋を手伝いながらですけど。幕の内先生は残念だ。え？お前の成績ならば十分に大学に行ける。今からでも遅くはない。二つ三つ受けてみんか。でもなあ、幕の内、もっと自分に自信を持て。進学しとけば将来必ず役に立つ。僕は真剣にボクシングをやってるんです。今新人王戦っていうトーナメントを戦ってて、次はすごく強い人が相手なんです。でも僕だって絶対に負けられなくて、絶対にこれだけは中途半端にできないんです。分かった、幕の内、それほど固い決意ならば先生は何も言わん。頑張れ。だがな、幕の内、気が変わったらいつでも先生のところに来るんだぞ。その時は先生体当たりで相談に乗るからな。はい、ありがとうございました。失礼します。あのおとなしい幕の内がな、全く人は見かけによらんもんだ。あ、カバン忘れた。失礼しました。
次は間違いなく早見さんが来る。簡単に勝てる相手じゃない。今までで最強だ。あ、どうも。上で見かけてね、悩んでるみたいだったから。え、わかるよ。次は早見さんだもんね。恥ずかしい話だけど、僕は君に勝つつもりだったから。早見さんの研究もしてたんだ。もちろん勝つつもりでね。だけど、資格がまるでない。とにかく強いよ、あの人は。小林さんでも作戦立てられないんですか？でも君ならば可能性はある。最後まで諦めない君の粘りのボクシングなら必ず突破口はあるはずさ。何より君には誰にも負けない一発があるじゃないか。この花が知ってるよ。え？いや、実は折れちゃってね。あれだけガードしたのに。すごいよ君のパンチ。あの時の、すみませんでした。謝らないでほしいな。君が勝ち抜いていけば僕らだって胸を張れる。この傷だって勲章になるのさ。負けて悔しくない奴なんかいない。けれど、だからこそ君には勝ってほしい。君の拳には僕らの思いも乗ってるんだよ。頑張ってください。約束だよ。絶対新人を取ってよね。必ず新人をなってください。小橋さん、小妻さん。みんなの分まで頑張らなきゃ。プロ入りしてからの早見のビデオを揃えた。一戦だけインファイターと対戦しておる。しかもお前とよう似た突進型のブルファイターよ。自分で戦ってるつもりで見てみろ。ガードはやっぱり硬いようですね。この後早見はワンツーを出す。貴様ならどうする？僕ならワンのジャブはブロックして、ツーのストレートの時にヘッドスリップして懐に潜り込むのを狙います。うまい。そこでフックだ。今日の試合は楽勝ってところでしょうか？インファイターが相手で助かったってところですよ。と言いますと？一目損なったことないんです、インファイターのタイプは。この言葉にハッタリはない。アマ時代からインファイターと対戦した時の早見は KO 率 100% じゃ。ショットガンと呼ばれるほどのミドルレンジでの驚異的な連打、懐に入ろうとすれば突き上げるあのショートアッパー。インファイターをカモにしている理由はそこにある。それじゃ今の僕の戦法じゃ。今見た通りよ。あ、そこで貴様のディフェンスを鍛える。絶えず早めをイメージして体を動かせ。あのショットガンを全て空発に終わらせるのじゃ。そうすればあれだけの集中打の後じゃ著しく体力を消耗しているはずよ。その瞬間が勝負じゃ。うわあ！ちゃんと避けんか、バカタレ。そんな無茶な。早見の手数はこれを買おう多いぞ。全部を買わせたを言わん。パーリングやブロッキングを駆使して知名度を下げろ。グラブをさせているのはそのためじゃ。お願いします。よし、それじゃ行くぞ。はい。
常に頭を振り続けろ。一瞬でも頭が止まれば格好の後じゃ。はい。まったやな、カードな練習始めやがったな。顔ボコボコじゃねえか。いや、僕なんかが普通の練習してたら早見さんにかなうはずありませんから。遅くまで大変ですね、青木さん。明日セミファイナルの試合が控えてるのに。いいのよいいのよ、どうせ帰っても眠れやしねえんだ。こいつ試合前はいっつもこうなんだ。必要以上にナーバスになっちまってよ。勝てる試合もそれで何度かこけてんだ。うるせえよ、無神経野郎には分かりゃしねえ。へっ、何がナーバスだ。てめえには何のプレッシャーもねえだろうが。こんなにラーメン作るのうめえんだ。引退後の心配なんざいらねえよ。青木さん、気にしないでくださいね。明日必ず応援に行きますから。なこと言って、おめえ前座の早見の方が気になるんじゃねえの。それはもちろんそうですけど、やっぱりすごいんだろうな。一歩や、物は考えようだぜ。早見がどんなにすごかろうが、所詮青木の前座。なるほど、青木さんの前座か。そっか、所詮は青木さんの前座か。そうですよね、そう考えれば気が楽ですよね。そうそう、そうですよね。どうせ俺はラーメン作りしか能のないダメボクサーだよ。すみません青木さん、つい調子に乗っちゃって。そう、ごめんなさいごめんなさい青木さん。高村さんも何か言ってくださいよ。言ったら帰ってくれ。青木よ、もうちょっとリラックスできんのか。君の出番はまだ先だよ。大丈夫っす、落ち着いてるっす。ただいまより東日本新人王3回戦を行います。赤コーナー125バウンド4分の3、音羽所属、早見隆一。見せてもらおうじゃねえか、ここまで騒がれる実力ってやつだよ。この会場は全部を敵に回しても構わねえ。俺は相手の安川を応援する。はあ、でも僕と戦う前に生で見れるんだ。少しでも参考になれば。ラウンド1。すごい、あの連打をさばいてる。いいじゃないか、潜り込むタイミングもドンピシャだぜ。安川の野郎、あんだけ攻撃センスいいくせに手数出さねえってことは耐久作戦か。会長の立てた作戦と同じだ。これは参考になるぞ。しかし早見も気が強いな。安川の作戦に気づいただろうに、お構いなしだぞ。ああ、それはいくらなんでも打たせすぎだぜ。さっきみてに潜り込めよ。いや、入れねえんだ。早見の回転がどんどん上がっていく。しかもあの調子じゃまだまだ上がるぜ。冗談じゃねえ、打ちっぱなしっすよ。お前が根負けしてどうする。Yeah.
面白くねえな。なんて強さだ。この人、生半可な天才じゃない。スタミナさえもとっくに克服してるんだ。今のままの練習じゃ速水さんには絶対に勝てない。何か突破口をつかまないと。